皆様、おはようございます。本日も京葉陽航空をご利用くださいまして、ありがとうございます。早速ではありますが、皆様にお手荷物の収納についてご案内いたします。皆様、ご搭乗ありがとうございますなのだ。Welcome on board. これから機内に関する安全について説明するので、必ず見てほしいのだ。Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. 荷物は近くの収納場所に入れてほしいのだ。 All baggage must be stowed in the nearest storage. 非常口や通路に置くことはできないのだ。 Do not place baggage in the aisle or around the exits. こんばんは、新パイロットキョウキョウです。皆さんはマイクロソフトフライトシミュレーターで空の旅を最大限に楽しんでいますか？コックピットの複雑な計器操作、美しい機体のテクスチャー、そしてリアルな気象条件など、技術の進歩によってフライトの体験は格段にリアルになりました。しかしまだ一つだけ足りない要素があると感じたことはありませんか？そう、機内アナウンスです。多くの機体アダオンではアナウンスを手動で再生したり、そもそもアナウンス機能がなかったりします。せっかくのリアルなフライト体験がこれのせいで途切れてしまうのはもったいないですよね。そこで今回はそんな悩みを解決するために開発された無料の外部アプリケーション、ユニバーサルアナウンサーをご紹介します。ユニバーサルアナウンサーはマイクロソフトフライトシミュレーターでリアルな機内アナウンスを自動で再生するためのアプリです。ユニバーサルとある通り、特定の航空機に限定されず、幅広いアドオン機体で使えるのが大きな特徴です。このアプリはマイクロソフトフライトシミュレーターの SIM コネクトというインターフェースを通じてフライトの状態をリアルタイムで監視しています。乗客搭乗時や離陸後、着陸前などフライトの各段階に最適なアナウンスを自動で流してくれるので、アナウンスを流すという手動の作業から完全に解放され、操縦そのものに集中できます。収納できないお荷物は貨物室にてお預かりすることもできますので、どうぞお近くの客室乗務員にお伝えください。なぜユニバーサルアナウンサーがこれほど画期的なのか、その3つのすごい機能をご紹介します。まず1つ目が外部ツールとの連携です。このアプリはマイクロソフトフライトシミュレーターのデータだけではなく、外部のフライトシムツールともシームレスに連携します。その1つはフライトプラン作成ツールのシムブリーフで、これと連携すると出発地や目的地、航空会社といったフライトプランの情報を読み取り、アナウンスに反映してくれます。2つ目が地上サービスアドオンの GSX プロで、これと連携すればボーディングや地上作業に合わせたアナウンスを自動で流してくれます。これによりフライトプランや地上サービスと一体となったさらにリアルな体験ができます。2、多彩なアナウンスのバリエーション。音源ファイルを用意すれば、航空会社や時間帯によって異なるアナウンスを自動で切り替える機能も搭載されています。皆様、おはようございます。本日も京葉陽航空をご利用くださいましてありがとうございます。皆様こんばんは。本日も京葉陽航空をご利用くださいましてありがとうございます。早速ではありますが、皆様にお手荷物の収納についてご案内いたします。そしてこのアプリの最も革新的な機能がジェネレイテッドアナウンスメンツです。これはテキスト読み上げサービス TTS を利用してカスタマイズ可能なアナウンスをその場で生成する機能です。コミュニティで提供されていない珍しい航空会社や多言語のアナウンス、自分だけのオリジナルの音声も作ることができます。キャビンクルー、ボーディングイズナウコンプリート。エニーリメーニンググラウンドクルー、プリーズリーブザエアクラフト。3、究極のカスタマイズ性。ユニバーサルアナウンサーにはアナウンスの音源ファイル自体は入っていません。これは著作権を考慮した開発者の
戦略的な判断によるものです。ユーザーは次の4つの方法で音源ファイルを用意できます。フェニックス A320 を所有している場合はデフォルトの音源ファイルを流用する。概要欄に記載されている Discord コミュニティで共有されているアナウンスパックを利用する。この動画にもある通り自分で録音する、最後の DTS サービスで生成するという4つの方法があります。この音源なしという仕様こそがこのアプリの最大の強みである究極のカスタマイズ性を保証しているのです。自分の好きな航空会社や言語でフライトを完全にパーソナライズできます。ユニバーサルアナウンサーを導入するメリットは4つあります。まず究極の没入感、適切なタイミングでアナウンスが流れることでまるで本物のパイロットになったかのような臨場感を味わうことができます。2、ストレス軽減、アナウンスの手動操縦から解放されるので運航に集中できます。3、高いカスタマイズ性、好きな航空会社や言語のアナウンスを使ったり自分で作成することができます。4、コストパフォーマンス、何よりもこのアドオンは無料で提供されているため初心者から上級者まで気軽に試すことができます。ではこのアドオンを導入するための手順をご紹介します。まずは公式サイトもしくは flightsim.to から最新版の ZIP ファイルをダウンロードします。ダウンロードしたファイルを展開して任意の場所にフォルダを置きます。フェニックス A320 のアドオンがインストールされていない場合、新しくアナウンスメンツというフォルダとデフォルトというフォルダを作っておきます。この中に音源ファイルを入れます。対応しているファイル形式は OGG ファイルです。再生できるファイル名は決められていますがこれは後で説明いたします。あとはユニバーサルアナウンサーをダブルクリックして実行するだけです。アプリケーションの設定画面で先ほど作成したアナウンスメンツフォルダを選択します。フェニックス A320 がインストールされている場合、コミュニティフォルダーにあるアナウンスメンツフォルダを選択してください。 OK を押して先に進みます。右下にユニバーサルアナウンサーのアイコンがあるので2クリックしてセッティングスを開きます。これがユニバーサルアナウンサーの設定画面です。サウンドファイルズタブを選択すると先ほど保存した音源ファイルを再生して確認することができます。オーディオタブではアナウンスの音量を設定できます。インテグレーションズタブで SIM ブリーフと GSX プロの連携ができます。 SIM ブリーフを連携したい場合はユーザーネームを入力してください。入力したらフェッチをクリックします。 SIM ブリーフの内容を使いたい場合は毎回このフェッチを押してください。もし GSX プロがインストールされていない、あるいは使いたくない場合は下のチェックを外してください。カスタム可能なアナウンスを使用したい場合はジェネレイテッドタブを押します。テキスト読み上げサービスについては Azure、11 Labs、そして Windows 内に入っている音声が選択できます。例えばプロバイダーを Windows にして Enable にチェックを入れると音声の読み上げサービスが利用できるようになります。例えばこんな感じに自分で登場したという内容を書き込むことで実際に登場が完了したときにアナウンスを読み上げてくれます。音源ファイルについては航空会社関係なく同じアナウンスを使用したい場合デフォルトのフォルダーに音源ファイルを入れてください。もし特定の航空会社のアナウンスを使いたい場合はアナウンスメンツのフォルダーに航空会社のイカオコード、例えば日本航空の場合は JAL、 全日本空輸の場合は ANA のフォルダを作成します。その中に音源ファイルを入れてください。 SIM ブリーフを使う場合はこれで準備完了です。もし SIM ブリーフを使っても
うまく音声が読み込まれない場合は、さらにマイクロソフトフライトシミュレーターの設定を開きます。ワールドマップからエアクラフトセレクションを押して、カスタマイゼーションのタブでテールの番号に航空会社のコードを設定すると、各航空会社ごとにアナウンスを切り替えることができます。マイクロソフトフライトシミュレーター2024の場合は、機体の編成をクリックした後に識別をクリックします。そして機体番号の部分に JAL や ANA などを入力しておきます。アナウンスを流すタイミングはファイル名で決まっています。例えば搭乗用の音楽であれば、ボーディングミュージック、シートベルトサインが消えた時はファッセンシートベルト、着陸後はアフターランディングなどの名前を付けておきます。ファイル名については概要欄の URL を参照してください。もし Discord コミュニティで共有されているアナウンスパックを音源にした場合、すでにファイル名はその通りになっているので書き換えは不要です。もし特定の機体でのみアナウンスをしたい場合は、ファイル名の最後にカッコ付きで A320 やカッコ付きの B737 のように機体コードを追加してください。さらに朝昼夜で切り替えたい場合は、モーニング、アフタヌーン、イブニング、ナイトを追加します。そしてさらに流したいアナウンスが複数ある場合は、カッコ付きの1と2を追加します。では実際に使ってみましょう。機体の読み込みが終わったので、ユニバーサルアナウンサーを開きます。事前に SIM ブリーフでルートを作成しておき、フェッチをクリックします。ステータスタブをクリックして、フライトステータスがオートになっていることを確認します。うまくサウンドが再生されない場合、ストップまたはリスタートを押してください。 GSX Pro がインストールされている場合、メニューからボーディングを選択することでアナウンスが再生されます。もし導入していない場合は、乗客が搭乗していることを表すようにロゴライトをオンにしてください。皆様こんにちは。本日も京葉洋航空をご利用くださいましてありがとうございます。早速ではありますが、皆様にお手荷物の収納についてご案内いたします。皆様のお手荷物は上の棚または前の席の下などしっかりと固定できる場所にお入れください。乗客の搭乗が完了する、もしくはビーコンライトをオンにすると、次の音声が始まります。お伝えいたします。ただいまからお荷物の収納状況を確認いたします。皆様のお荷物は上の棚前の座席などしっかりと固定される場所へお入れください。また非常口出口付近や通路にあるお荷物も収納してください。皆様のご協力をお願いいたします。Welcome on board. これから機内に関する安全について説明するので必ず見てほしいのだ。シートベルトはしっかりとお締めください。Fasten your seatbelt securely. レバーを上げると外れます。Lift the buckle to unfasten the seatbelt. 飛行機は揺れることがあるので常に着用してください。Keep your seatbelt fastened whenever seated in case of sudden turbulence. 安全のしおりもあるので確認してほしいのだ。 Please review the safety instructions leaflet. どうぞゆっくり過ごしてほしいのだ。 We wish you a pleasant flight. Thank you. みなさま、ただいまシートベルト着用のサインが点灯いたしました。シートベルトをしっかりとお締めください。これからしばらくの間揺れることが予想されます。機長の指示により客室乗務員も着席いたします。お客様ご自身でシートベルトをお確かめください。なおシートベルト着用のサインがついている間、化粧室の使用はお控えください。失礼いたします。この先、電波を発しない電子機器はご使用いただけます。
なお、シートベルト着用のサインが点灯しておりますので、シートベルトはそのまま着用してください。皆様、本日も KIO 航空をご利用くださいまして、ありがとうございます。皆様にご案内いたします。これより着陸態勢に入ります。シートベルトをしっかりとお締めください。また、座席の背もたれ、テーブル、足置き、個人用画面、コントローラーを元の位置にお戻しください。ただいまをもちまして、機内 Wi-Fi サービスを終了いたします。皆様、ただいま空港に着陸いたしました。安全のため、ベルト着用サインが消えるまで、お座りのままお待ちください。上の棚をお開けになる際は、手荷物が滑り出る恐れがありますので、十分お気をつけください。ただいまから、すべての電子機器をご利用いただけます。皆様、今日も KIO 航空をご利用いただきましてありがとうございました。ユニバーサルアナウンサーは、単なる機内アナウンス再生ツールではありません。自動化、パーソナライズ、そしてコミュニティの力を融合させることで、フライトシミュレーション体験を次のレベルへと引き上げてくれる画期的なツールです。無料でありながら有料のアドオンに匹敵する、いや、それ以上の価値を提供してくれます。よりリアルなフライト体験を求めているのなら、ユニバーサルアナウンサーを導入しない手はありません。ぜひ試してみてください。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。